はい、どうもです。さなみです。今回ですね、足痩せ編ということで、はい、足が太いで悩んでる人って、まあ、ほぼほぼだと思うんですけど、まあ、その足が太いの中にもいろんな悩みがあるんですね。はい、筋肉つきやすいんです、私。はい、肩太りって言うんですか、ちょっとなんかすぐ筋肉ついちゃうんですよね、はい、っていう太ってる、足が太いって人もいれば、むくみやすい、はい、多いです ね、うん、あとはその太い以外でもポイントポイントで、なんか膝の上がなんか膝がつまった、膝の上がちょっとこうたるんでるみたい なんかそこに年齢が出てるみたいな、はいはい、とか、まあそのまあ、他にもちょっと今日のテーマから外れるけど足が太いとか、はい、あと体が太ってます、痩せてください、その人はちょっと今日のテーマから外れますけど、まあ、そういう人います、ね、いるじゃないですか、はいはい、で今日はね、そういう人に向けてのちょっとアイデアというか、はい、あ、これかもみたいな、うんうん、っていうのをお話できたかなと思うんですけど、はい、今日はね、半長膝っていう、はい、まあ、聞いたことある人はほとんどなんじゃないかな、はい、膝がこうパコンって落ちないで、こういう人っていうのはももの前がね、はい、めちゃくちゃ張りやすい、はい、で、膝の上に痛みやすかったりとか、はいはい、まあ、膝が痛いとか、ああ多いです ね、なんか膝痛いんですよね、うん、そういう人はね、その半長膝の可能性があるし、うん、が原因でももの太さ、うん、ふくらはぎの発達にちょっとつながってしまうので、うん、今日はね、そのこのままちょっとその半長膝がどうかっていうチェック、まあ、簡単なチェックですね、はい、簡単なチェックをして、まあ、それがどうしていけないのかっていうのをこのままお話ししていきたいなと思いますので、そのままの動画の続きをご覧ください。では早速ページめくりでいってみましょう。早速チェックをしていきたいなと思います。まあ、分かりやすくこの棒を使ってね、やっていこうと思うんですけど、まあ、ポイントはくるぶしと膝の真ん中、そして、大天使、まあ、大天使はこう太ももをこう内側外側ひねるとコリ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 動く骨があると思うんですけど、そこが大天使ですね。ここです。で、肩甲って肩の出立ってるところ、あとは耳の穴、これが一直線になってたらとてもいいバランスですよっていうことなんで、早速ね、くるぶしにセットしましょうか。くるぶしにセットして、こいつをまっすぐ立てます。まあ、高さがね、足りないという肩のラインは合ってますよね。で、膝の真ん中も通ってますね。ちょっと怪しいのが大天使、今井先生の方が大天使がちょっと前に出てますねというところで、まあ、半長膝じゃないんですけど、重心が前で、ちょっと反り腰の傾向があるかな。まあ、反り腰の人って、その骨連鎖的に言うと、太ももが内側にねじれている人が多いので、太ももの外側は若干張りやすいよねっていうので、まあ、その反り腰を直すアプローチなんかもした方がいいかなという形なんですけど、大丈夫ですか、今ですね、ここまでは。はい、大丈夫です。ついてきますか？ついてきます。はい。で、まあ、今日の問題は、半長膝じゃねっていうところ、足太いのそれ半長膝じゃねみたいな。で、半長膝かどうかで言ったら、このくるぶしと太ももの骨に対して膝がこっちにパポンと、ね、まあ、半長膝でも結構構造的にパンって膝が内側に行きやすい、まあ、僕なんかちょっとどんだけ膝パポンってやってもいかないんですけど、まあ、今井先生も別に半長膝じゃないんで頑張って膝今伸ばしてくれてますけど、こういう感じで膝がこっちに行っている人のことを半長膝と言います。で、まあ、自分でもしかしたらそうかもなっていう人はぜひチェックしてもらいたいんですけど、うちの奥さんもそうですね。長年その太ももが張ってたりとかふくらはぎが太るのは何でかなっていうのをずっと悩んでたんですけど、まあ、それよくよく、まあ、僕もいろいろ勉強して調べてみたら、半長膝だなと。じゃあ半長膝がなんで足が太くなっちゃうんだということですよね、先生。はい、ね、今先生さっき今膝をこうギュッとこうね外にやろうとしたときに、ここ太ももの骨すごく硬くなったと思うんですけど、はい、力が入ってる感じですか。太ももの前のところ力がキュッと入ると膝が後ろに行こうとしてくれるんですよね。別にしてくれなくてもいいんですけど、半長膝の人っていうのはこういう太ももの前の筋肉がかなり力が入った状態で膝をこっちに持っていると。で、さらに、まあ、膝がこっちに入っている状態だとふくらはぎとか前肩甲骨筋のあたりっていうのもちょっと力が入る。どっちかというとこう、つま先立てしてヒール履いてるみたいな、ヒール履いてる状態だったら膝もこっちに入って、四頭筋も力が入るし、ふくらはぎの筋肉もすごく過剰に力が入っちゃうと
っていう、まあ、理由からあの太ももの前がすごく発達してる、はい、私筋肉つきやすいんですよね、うん、筋肉がつきやすいというか、はい、常日頃から鍛えてるとそうですねいう状況なので、うん、まずはここをしっかり緩めてあげる、はい、でまあその半長膝が治るかどうかと言われると、うんまあ、ちょっとやっぱ難しいかもしれないです、はい、ここでね治ると言い切れないところではあるんですけどあの、まあ、ちょっと構造的にこう関節が緩くて、うん、膝ね向こうに持っていきやすくなっちゃってるので、はい、習慣として膝をこうロックしないっていう、まあ、習慣を持つことも、まあ、非常に大事かなと思うんですけど、まあ、それでももの前の針そしてふくらはぎですねふくらはぎとか肩甲骨のあたりも常に収縮している、うん、力が入っている状態なのでこいつらも我慢したいと、はい、そんなに働かなくていいよって、ね、いつも頑張ってくれてるけどありがとうって、うんうんそれ、頑張りだからって早く帰ってそれで残業代請求されても困るからみたいなちょっと面白い、まあ、そういうことですよね四頭筋とかその辺はちょっと休めていい、うん、で逆にじゃあどこの筋肉はお前もちょっと働けよとお前休みすぎだからっていうのはももの裏ですね、うん、ももの裏は逆に言うとこう常に伸ばされちゃってるはい、状態なんでもうちょっと働いてもらっていいかなと、うん、申し訳ないんだけど疲れてるかもしれないんだけど多分疲れるほど君働いてないからちょっと頑張ってもらっていいかなっていう、はいはい、でまあその腿をねしっかり活性化することで骨盤のね、うん、前傾後傾っていうのもある程度コントロールしやすくなってくるので、反り腰の改善とかにもつな、まあ、がってきますから腿、まあの裏を鍛えるまずはやるべきことは腿の前側を緩めるふくらはぎを緩めるそして、まあ、ストレッチ式の長さを、ね、しっかり整えて、はいうん、でそれができたら今度はももの裏をしっかりとアクティブな状態にしていくということをやっていただければいいんじゃないかなと思いますので、はいそのね、足が太くて、ねはい、悩んでいるという方は、うん、もちろん過去に挙げているね X 脚、XO 脚改善のストレッチとか、はいそういうのも当然やった方がいい美尻の、ね、エクササイズも足痩せの効果は当然あるので、はい、そちらもやってもらった方がいいと思うんですけどもしかしたら半長膝かと、うん、今日の動画を見て思った方は腿の前側を緩めるふくらはぎを緩めるそして腿の裏を鍛えるというね、はい、ことをやっていただければいいかなと思いますまあそんなの分かんねえよという人のために次回はその動画を作りましょうかはいはいと、はい、いう感じで今日から最後まで見ていただいてありがとうございました。